フォーカスを送ることで目線を誘導して、カメラを動かさなくても見せたいものを順番に見せることができる。これは写真にはない動画の魅力ですよね。でもフォーカスを送るのって意外と難しいんですよね。この送る速さとか送りすぎちゃったりとか、それを簡単にすることができるのがタムロンレンズユーティリティ。専用アプリをタムロンのサイトからパソコンにインストールして使います。 Mac でも Windows でもどっちでも OK。 アプリをダウンロードした後にパソコンとレンズを USB-C のケーブルでつなぎます。レンズ単体でもいいし、カメラをねもうつないだ状態だったら、そしたらね実際に確認しながら設定ってできるんですよ。例えばこれ、カメラで確認しながらレンズカスタマイズを行う場合開始。はい。そしたらね、ここ、タムロンのこのレンズ、2875の G2 のレンズなんですけどね、ここにね、ボタンが1個あるんですよ。これをね、自分の好きなように設定ができます。そしてね、ここ、この設定っていうボタン、これを押すんですけど、そしたらね、機能選択ってあるので、これだけの機能から割り当てることができるんですよ。これすごくないですか？冒頭で見せたような AB フォーカス、ポイント A から B までフォーカスをね、こう送るっていう動作。これは、この AB フォーカスっていうところ、これを選びます。でね、フォーカスをね、どれぐらいのこう速さで送ったらいいか、こう、じわーっと送るのか、サクッと送るのかっていうのは、このスピードを選べます。俺はね、-3ぐらいにしてます。あんまり早すぎはちょっと良くないし、遅すぎもちょっとなんかこう、ね、早く見せろって感じになるじゃないですか。今のところはね、-3ぐらいが調子いいかなと思ってます。まあこれもね、使う、まあどんな動画をやりたいかでね、決めてくださいね。そしてね、あとは、まあ、AF、MF の切り替えのスイッチとしても割り当てることができるし、まあでもね、それってちょっともったいないかなって俺は思うんですよね。で、あとはね、フォーカスリングの設定。これもね、ここでできて、フォーカスのね、この MF、マニュアルフォーカスするときのこう回転方向を、まあ自分のね、好みでね、変えることもできるんですよ。そしてね、このレスポンス、マニュアルフォーカスのときにこのフォーカスリングを触るじゃないですか。これをね、リニアとノンリニアっていう風にね、選ぶことができます。俺はリニアにしてます。リニアっていうのは、このフォーカスリングをこう触って回していったときに、回転のね、この角度に応じて、フォーカスがね、こう移動するっていう、こう一番こう動画では使いやすいんじゃないかなと思うんですよね。で、ノンリニアっていうのは写真だったら結構いいんじゃないかなと思うんですよ。こうフォーカスの移動範囲が多い時にサクッと動かせば、そしたらね、さっとフォーカスのね、位置が動くっていうものなんですけど、逆に行き過ぎたりすることもあるかなと思うんで、動画では、まあ俺はね、ちょっと使いにくいかなと思います。でもね、俺がね、個人的にちょっとこれすげえじゃんって思ってるのが、これなんですよ。AB フォーカスもいいけどね、便利なんだけども、俺はね、できればこうマニュアルでやりたいんですよね。で、それよりもね、もっとすごい機能があって、このね、フォーカスプリセットってやつなんですよ。これ、やばいっすよ。で、スピードもね、俺-3、好みの -3にしてます。で、設定完了。これでね、どういう風になってるかっていうと、ちょっと見せますね。例えばね、こんな風にね、こう自撮りしてる時に、ここからね、この奥のこのフォーカスってあるじゃないですか。ここにね、フォーカスを持っていきたい時には、まあどうするかって言ったら、まあマニュアルは正直ね、無理なんで、じゃあどうするかっていうと、この画面のね、ここをこうタッチするわけですよ。ほい、来ましたね。はい。ってやるんですけど、なかなかこう自撮りしながらって難しかったりするじゃないですか。で、これが、フォーカスのね、プリセットのね、便利なところなんですけど、まずね、この、ここにフォーカス行きたいなっていうところに、よいしょ、事前に、先にね、フォーカスを合わせておいて、そこで、このボタンを押しておきます。そしたら、あとは、まあ、自分の方にね、戻ってくるじゃないですか。で、よ、はい。今、俺の顔に来てるでしょ？で、ここで今、こんなところに来てるんですよって言った後に、ボタンを、よっと、押すと、ほら、向こうに行ったんですよ、フォーカスが。これ、やばくないですか？これね、まあ、この距離だったらね、ひょっとしたら、まあ、タッチでいいかもしれないけど、もうちょっと遠いところにね、フォーカスを送りたいっていう時なんかは、これね、めちゃめちゃ便利だと思うんですよね。
で、例えばね、夜景の撮影をしたいとかっていうとき、暗かったらちょっとフォーカスってこう暴れちゃったりするじゃないですか。なので、少し明るいうちにね、明るい時に、もうフォーカスのプリセットをもう、あそこっていう、あそこのビルとかね、空とかね、星とか月とか何でもいいですけど、そこにね、合わせておいて、そこでプリセットをセットしておくと。そして、それ以外にはね、その後に例えば、まあ、自撮りでもいいし、なんか他のものを撮るでも何でもいいですよ。で、ボタンを押せば、もうプリセット覚えさせたところに、フォーカスを持っていくことができる。これ、めちゃめちゃ便利だと思います。でね、このタムロンレンズユーティリティなんですけど、使えるレンズがタムロンの2875の G2 のレンズ、それから35150の F22.8 のね、これもね、めっちゃいいレンズなんですけどね、そのレンズ、今現状ね、2種類です。でも今後発売されるレンズには搭載されるんじゃないかな。50-400のね、新しいレンズが出るみたいなんですけど、それもちょっと楽しみなんですけどね、それにもね、ついてるみたいなんですよ。ちょっとね、これはまあタムロンのレンズね、限定なんですけど、面白い機能じゃないかなと思います。このタムロンレンズユーティリティ、ダウンロード先はね、リンクはこの動画の詳細欄に入れておくんで、タムロンのレンズ今から使おうかなと思ってる人とかもすでにね、この該当するレンズ持ってる人、ぜひ使ってみてください。I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. じゃあね。Peace out!